みんな聞いて聞いて、今日はなんとね、バイキンマンの誕生日なんだ。そうよ、今日はみんなバイキンマンの誕生日なのよ。なので今日はサプライズでこんなケーキ作っちゃったんだ。早速バイキンマンを呼んで驚かせようね。じゃあみんなも内緒にしててね。じゃあ今からバイキンマン呼びに行くよ。じゃあ私は隠れてるからアンパンマンよろしくね。了解。あったあった、バイキンマンのお家でバイキン城だ。よし、バイキンマン、バイキンマン、なんだい？わあ、俺様バイキンマン、アンパンマンじゃないか。こんなところまでなんだい？いや、バイキンマン、ちょっとね、みんなが今向こうで遊んでるから一緒に行こうよ。さあ、おいで。おお、待ってくれ。なんだろうな、不思議だな。アンパンマンが遊びに誘ってくれるなんて珍しいな。でも行ってみよう。わあ、みんな集まってるね。どうしたの、こんなにみんな集まって。何して遊ぶ、何して遊ぶ。バイキンマン、いつもありがとう。今日は君の誕生日だね。お誕生日おめでとう。俺様の誕生日。あ、そうだった、俺様の誕生日だ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、バイキンマンおめでとう。おわ、ありがとう。うわ、すごいな、これ大きいな。これ全部僕が食べていいの？やったやった。うわ、ドキンちゃんに後から怒られそうだな。やっぱりみんなで食べようか。やったやった。じゃあろうそくの火を消さないとね。じゃあ行くよ。はい、バイキンマンおめでとう。やったー、やーいやーい。俺様何歳だろう。あれあれあれ、消したはずのろうそくがまたついたぞ。おかしいな、おかしいな。もう一回消すよ。せーの。いやー、おめでとう、おめでとう。わーいわーい、みんな俺様誕生日だよ。みんなもケーキ食べる？やったやった。あれあれあれ、またついたぞ。どうなってるんだこのろうそく。みんな、俺様は確かに消したよね。おかしいな。じゃあもう一回いくよ。せーの。あ、確かに消えたよね、確かに消えたよね。みんなも見たでしょ、確かに消えたよね。僕お誕生日なんだ。なんだこりゃ、何回も何回もつくじゃないか。誰かつけた？おかしいな、おかしい、おかしい。もう一回だけ消すぞ。せーの。いやー、何回も消したのにつくし、変なの。よし、これでみんなでケーキ食べれるね。やった、よし、みんなでケーキ食べよう。
あれ？なんじゃこりゃー、まだついてるよ。これじゃケーキ食べれないよ。みんな、お誕生日って楽しいよね。動画は楽しかったかな？次の動画がすぐに見れるようにチャンネル登録しておいてね。また上のハテナのところに楽しい動画が隠れてるよ。探してみてね。スマートフォンやタブレットの方は下の説明欄からどうぞ。またグッド評価の方もお願いします。